はい、ラジオ機の皆さん、こんばんは。今宮健太講演会証券会事務局一心寺住職の今宮です。だんだんね、このラジオも、昔の勢いがね戻ってきて、なかなかね、聞く方も大変にならないかなとは思うんですけれども、まあ30分程度のね、まあ、短いラジオを基本的にやっていきますので、まあぼちぼち聞いていってもらえたらいいかなというふうに思っております。特にね、内容もないラジオではあるんですけれども、まあ聞いてくださる方がいるということで、非常にね私も嬉しく思っているところでございます。またですね、皆さんもご存知の通り、このラジオ今18時からね配信ということにねさせていただいております。まあ便利なもので、今はね時間と日にちもうこの辺りを指定すればね自動で流れてくれるんですね。本当に便利です。まあこれはね、今私の方にある程度余裕が出てきたのでね、こういうことができるということなので、まあまたこう忙しくなるとね、まあそういったことはできなくなってきますけれども、当面はこれねやっていけると思いますので、まあ18時からですので、まあ皆さんね、お仕事が終わってからでもぜひね聞いていただけるようなラジオにしていきたいと思っております。それではね、久しぶりにまた仏教の小話をしたいと思います。まあかなり昔にね話しましたけれども、仏教、仏像、仏様にはね、位がありますと。一番偉いのが如来、その次が菩薩で、その下に明王で、最後にまあ童子とかいわゆる天部、こういった方々がいますよという話をしました。でね、今日の一番下の天部、ここのねお話をしたいと思います。まあもっと開けて言うとね、まあ如来、菩薩、明王、それ以外っていうようなね言い方も、されているんですけれども、いわゆるですね、そうだな、弁財天とかね、なんとか天とかしますよね。十二神将もそうかもしれませんけど、ね、寅さんに出てくる太釈天とかね、まあああいうのがそうですね。まあどういったお仕事をするのかというと、まあなんていうのかな、まあ入り口でこう守ってくださる、いわゆるガードマンみたいな、そういったまあお仕事をするという方がね、まあ大体多いというふうにされています。これもともとね、まあ仏教、いわゆるね仏教というのはもうお釈迦様が開いたという話しましたけれども、まあ仏教が仏教としてまだ成立はしてないんですよね、その時には。でだんだんそのが形がこうできてきて、ある時にこう仏教っていうことでねこう確立されたわけですね。ただその前から実はね信仰ってのがもともとあったんですよね。でその中であったのがさ、バラモン教って聞いたことある人も多いんじゃないかなね。バラモン教っていうね、もともとそういうものがねすごくこう流行ってました、インドとかでね。でその時のもともとの神様、それがお釈迦様が作ったいわゆる仏教と呼ばれるその宗派にこう取り込まれていくんですね。だんだんもうその仏教の中にこうバラモン教が入ってくる。でその時にね、もともと信仰されていたのが今言った天部、いわゆるなんとか天とか言われるね、こういった仏様で、あと今言った如来とか菩薩様、こういうのはね後からできてるんですよね。仏教ができた後にこうそういうのができてきた、その前からもともとおられた、まあいわゆる神様ですよね。もっといい言い方をすると姿になります。まあ、特にあの天部、まあ、有名なところで言うと、まあ絶対聞いたことあるんですよ、まあ、四天王とかね、これ聞いたことあると思うんですよね。まあいろんな四天王がありますよね。まあ織田信長の四天王とか、まあ、徳川家康の四天王、プロレスが好きな人だったらね、全日本プロレスにいた四天王とかね、まあ、大体まあ4人ね、こうすごいのがいると四天王って言われたりしますね。ちなみにあの本家の四天王、これはね、東を守るのは時刻天、南が増長天、そして西を守っているのが項目天で、北を守っているのが毘沙門天というふうに言われています。このね4つが四天王と言われています。でね、まあいろ、まあ、全ての方角をこう守、さっき言いましたけど、こう守ってください、まあ、ガードマン的なお仕事をされてくれています。なのでね、まあ、もちろんその明王さんでも結構ねたくさん明王さんがいるんですけども、この四天王をはじめとしたこの、天部、ここもね本当に、まあ、ピラミッドなので、やっぱ下に行けば行くほどね、やっぱこれ増えてくるんですよね。なのでね、今言った四天王というのは皆さんも聞いたらねすぐパッとわかると思うんですけど、なかなか他の仏様っていうか、まあ、神様に近いんですけどね、なかなかねこういうのはもう説明が難しいんです、本当に。まあいわゆるね、まあ、会社でもそうですよね、まあ、社長とか専務とかっていうのはすごくわかりやすいと思うんですけど、もう課長とか係長になってくるとやっぱりいろんなね課とか係があってね、なかなか難しいんですよね。仕事がこう結構こうギュッとね、もうこう決まった仕事になってくるのでね、
なかなかね、こう一個一個説明するとなかなか話がこう尽きなくなってくるので、なのでね、今日はね、とにかく大きく、天武というね方々はどういう方なのかっていう話だけね、今日させてもらいました。なのでもう一度おさらいをしますけれども、如来、菩薩、そして明王、これ以外の仏様を基本的には天武というふうに言います。で、今言ったみたいにまだ仏教というのができる前からもともとね、インドとかあちらの方で、信仰されていた神様のことになります。なのでね、そういうふうにちょっと覚えておくとねいいと思います。なのでまたね、四天王を今話し、四天王の名前だけね、ご説明しましたけれども、またこれからね、その四天王がどういった方なのかとか、他にはね、こういった、天武の方々がいますよという話もね、いつかしていきたいと思いますので、今日はこの辺りでお話をしておきますので、四天王ぐらいね、ちょっと覚えておいてください。四天王というのは仏教に出てくる神様、いわゆるインドの神様だということをね、ちょっと覚えておいてください。といったわけでね、今日もいつも通り61回のね、証券会ラジオやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは、証券会ラジオスタートです。はい、というわけでね、今日もやっていこうと思うんですけれども、画面ね、見た方はちょっとわかるかもしれませんけれども、ちょっとね、模様替えをしました。マスコットのな、ミヤちゃん、そして今見くん、この2人にね、名前を、付けさせていただいて、そして本日のね、ゲストのところをお客さんに変えました。ちょっと柔らかい感じでね、やってみようかなというふうに思ってます。当面この形でね、やっていこうかなと思ってるんですけれども、ですね、お客さんがいないんですよね、今日は。変えて早々なんかね、申し訳ない気持ちもあるんですけれども、今日はね、私一人で、進行していこうかなというふうに思っております。その代わりね、たくさんの方からね、これゴールデンウィーク明けてから一気にね、メールが来ました。ドドドドドドドというふうにね、多分ゴールデンウィークは私もそうなんですけどね、なかなかこういろいろ皆さん忙しかったりとか予定がたくさん入っててね、なかなかこうメールを送る暇がなかったんじゃないかなと思うんですけれどもね、なんか皆さんなんかタイミングが合わせたかのように最終日の夜とか、明けた日の朝とかにね、ドーンとメールがね、一気に来ました。なのでね、さすがに一気にこう全部は紹介できないんですけれどもね、読ませてもらいたいなというふうに思っております。その中でね、今月のお題ってあんまりやってなかったんですけれども、やはりね、このゴールデンウィーク、野球も含めてですけど、皆さんいろんなね、思い出があるんじゃないかなと思います。割とね、人によってはすごく長い連休になっている方もいると思いますので、なのでね、今月のお題としてはゴールデンウィークの思い出、こういったものをね、たくさん野球に関わらずね、送っていただきたいなというふうに思っております。ちなみに僕はね、ゴールデンウィークはやはり本職が忙しかったんですよね。4月ってやっぱもう、花見なのでね、お寺の仕事ではあるんですけれども、ちょっとね、いわゆる住職としての仕事というよりは、広報とかね、お祭りを仕切るという意味で忙しかったんですけれども、ゴールデンウィークはね、逆にやっぱそういう桜祭りをしてる間はね、お寺としての仕事があまりできないんで、結構待ってもらってるんですね。で、そういった方がね、ゴールデンウィーク待ってましたと言わんばかりにね、たくさんお寺にね、来ていただいたりとか、するわけで、ゴールデンウィークはほとんどお寺の仕事をずっとしていました、住職としてね。それが本当のお仕事ではあるんですけれどもね、させてもらいました。その中で思い出といえばね、特にどこも僕は行ってないんですけれども、ちょっとね、プロレスだけ見に行ってきましたね。新日本プロレス、これ5月の1日に平日の夜ね、近くであったのでね、行かせていただいて、20年ぶりぐらいにね、新日本プロレス見に行かせていただきました。やっぱ面白かったですね。当日のチケットで行ったので、もう立ち見だったんですけどね、3時間立ちっぱなしにいましたけれどもね、すごく面白かったですよ。野球と違ってね、また肩をね、張らずに見れるんで、やっぱね、野球見てると健太、いわゆる自分の身内いたりするとね、余計こうなんかこう変な緊張感がね、あって見ないといけないので、こう純粋に楽しめてない自分もいたりするんですよね、正直なところ。なのでね、そういう意味ではね、すごくこう純粋に楽しく見れました。タイトルマッチもないですしね、本当にね、こう割とこうマイクパフォーマンスも含めてこうほのぼのした感じでね、見させていただきました。立ち見だったんですけどね、近くにうちの地区の方がおられたりしてね、思いのほか盛り上がりましたね。でその後ね、実は野球、あ、ご飯食べ行ったんですよ。静川君っていうね、OBS のアナウンサーさんがいて、で今結構割とこう仲良くさせてもらってるんで、
まあ、プロレスを見た後、まあ席は別でしたけど、まあ、見た後ね、ご飯食べ行ったんですけれども、まあ、そこにまさかのね、岡田和親選手がいるっていう、ちょっとびっくりしましたけどね、まあ、もちろん、プライベートで来てるんでね、声もかけませんし、遠目でね、個室だったんですけれども、向こうは、あ、岡田選手がいるっていうことでね、ちょっとこう、興奮した自分がいましたけどね。まあそれぐらいですね、思い出といえばね。まあそんなぐらいで構いませんから、皆さんどんどんね、ゴールデンウィークの思い出をね、送っていただければなというふうに思っております。というわけでね、ちょっとメールをね、時間の許す限りちょっと読んでいきたいなというふうに思っております。福岡県ね、あけちゃんさんですね、ありがとうございます。桜の祭りの時はね、お寺の方にバイトに来ていただき本当にありがとうございました。といったわけでメールを読んでいきましょう。お寺にお伺いした時にメールがたくさん来てて読めないのもあるとのことだったので、メールを送るのを遠慮していたのですが、また時間があるときに送りたいと思います。配信時間が30分くらいになり物足りないような気もしますが、短くて回数が多い方がいいかなと思います。生中継、生の配信楽しみにしています。27日の講演会応援ツアー行けなくて本当に残念です。応援ツアーの話がある出るたびに、ああ行きたかったなって言ってきたら、娘が運動会混んでいいよ、行ってきていいよと悲しそうに言っていたので、娘の前では行きたい気持ちを抑えるようにしています。応援ツアー当日はテレビでも見れないので録画してみようと思います。ツアーの様子をラジオで聞くのを楽しみにしています、というふうにね、いただいています。あけちゃんさん、ありがとうございます。まあ、あけちゃんさんはね、割と家族みんなでこうね、ラジオを聞いていただいているというふうな話だったのでね、おそらくこのお母さんの気持ち、多分娘さんにも届いてるんじゃないかなというふうに思います。講演会のツアーなんて何回もありますから、心配しなくてもね、また9月もありますし、まあいろんなところでね、こう開催していこうと思いますのでね、まあなんていうのかな、今後のこう楽しみとしてね、これは取っておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。その分ね、この娘さんのね、運動会も楽しんでいただいて、まあ、できれば少しね、ツアーの模様をこう動画配信なんてね、できればな、このラジオの中で動画配信できればなというふうに思っていますから、まあそういうのもね、また楽しみにしていただければなというふうに思っております。あけちゃんさん、本当にありがとうございます。それではね、次のメール読んでいかせて読ませていただきます。ゆうさん、大分県女性の方です。いつもありがとうございます。としおさん、こんにちは。ゴールデンウィークは特に何をするわけでもなく、ずっとホークスの試合中継を見ていました。かっこ笑い。今宮選手、徐々にバッティングの調子が良くなってきていますね。日曜日の試合は9回裏2アウトランナーなしから高田選手、今宮選手、柳田選手と2000本安打まであと1本に迫っている内川選手へ打席をされた時はとても痺れました。ヒットにはなりませんでしたが、勝利への執念、そして内川選手につなげという選手たちの思いがテレビを通して伝わってきたような気がします。今週が終われば開幕カード以来の現地観戦なので、週末が待ち遠しいです。また月末の講演会での応援ツアーも会員の皆さんと応援できるのを今からとても楽しみにしています、というふうにいただいています。ゆうさん、ありがとうございます。まあ、さっきのね、あけちゃんさんとはまた対照的なメールではありますけどね、まあ、月末のね、講演会ツアーもね、私も行きますのでね、ぜひ一緒に楽しめればなというふうに思っておりますし、ね、おそらくこのラジオが配信してる頃にはまたね、開幕カード以来の現地観戦に行かれてるんじゃないかなというふうに思います。ね、まあ、いろんなそれぞれの思いがあると思うんですけどね、2000本安打というよりも1999本、ヒットを打ってきた内川選手でもね、なかなかやっぱりあと1本が出ないというのはね、やっぱりこう人間味が、まあ、出ますし、いかにこうヒット1本するのが難しいのかっていうのをね、ものすごくやっぱり痛感させられます。ね、本当簡単そうに見えるかもしれない、まあ、もちろんね、いろんな、まあ、運が絡んでるヒットもたくさんあると思うんですけど、内川選手はね、そうじゃなくてこう狙ったところに打ってこう本当のヒットを打つっていうタイプのね、バッターなのでね、余計難しかったんじゃないかなというふうに思っています。まあね、そういう意味ではね、ホークスの、楽しみ、ね、一つの楽しみとしてね、僕も内川選手の2000本安打、まあ、楽しみにしています。まあ、こういうコメントをしている時点でね、これいつ収録してるのかも分かってしまうと思うんですけれども、まだね、2000本打ってないんですよね、今現在。まあ、昨日ちょうど大宮で試合が、雨の中ね、試合があって、ね、なかなかやっぱ出なかったなという感じで、今日はね、また西武の、プリンスドームであるのかな、もちろん打ってると思いますけどね、このもうさすがにこのラジオを配信してる頃には打ってるとは思うんですけれども、まあ、次回のラジオでね、
その打った時の盛り上がりとかをね、ちょっと私なりにこう伝えていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、ゆうさんもね、ぜひね、週末の、あ、いやいや、月末の、証券会ツアー、一緒に楽しみましょう。ありがとうございます。じゃあ次のメール読ませていただきますよ。雪だるまさんですね、大分県の女性の方です。これもありがとうございます。ラジオの配信いつも楽しみにしています。動画のラジオとても楽しかったです。次の機会を楽しみにしています。飼われていた 猫の名前に続き、前回のケンタクイズ産婦人科の名前も正解してしまい、グッズまでゲットしてしまいました。本当にありがとうございます。ドキドキしながら聞いていて、自分の名前が呼ばれた瞬間の絶叫幸せです。今年は桜を見に行くことができず、とても残念でした。来年こそは行きたいと思っています。募集されていた証券会のツアーに参加してなかったのですが、都合が合わず参加することができません。が、関東に行く用事があり、3日に ZOZO マリンにホークスの応援に行ってきました。今宮選手のユニフォームを着て、証券会のタオルを持って準備万端、そわそわする展開でしたが、7回にヒットがつながり逆転、ビターながら大喜びしました。しかも、その中に米谷選手の同点タイムリーも絡んでおり、もう最高でした。隣に座られていた女性知らない方とハイタッチをして喜び合いました。残念ながら内川選手の2000本安打は見れませんでしたが、上昇中のホークス&今宮選手を見れて幸せな日でした。長くなってすいませんと呼びいただいています。ZOZO周りに行かれたんですね。すごくいい球場ですよね。僕も去年行きましたけどね、まあ暑かったですけどね。まあ、ただ今ぐらいの時期だったらすごくね、涼しくていいんじゃないかなというふうに思います。でまたこうやっぱりね、前も言いましたけど、本当他球団の、球場で見るっていうのはね、すごくこう新鮮な気持ちでね、楽しかったです。なので今年はね、一応、まあ、埼玉プリスドームの方でやろうかなというふうに、やろうかなというか一応やる予定なのでね、まあ、そっちもね、僕も今すごく楽しみにしています。もしかしたらあのホークスとライオンズのね、デッドヒートで加藤が優勝みたいなところになってるとね、面白いななんて思うんですけれども、まあ、どういう風になってるか分かりませんけれども、それも楽しみに、したいと思います。で、またですね、僕にあの質問が来てますけど、ご住職様のツイッターやフェイスブックをいつも勝手に拝見させていただいています。すいません。かっこ笑い。すいません。面識がないのですが、フォローや友達申請をさせていただいてもよろしいでしょうか？それとも面識がないとダメでしょうか？といただいています。いいですよ。いいですよというか、普通にフォローしてください。友達申請も。ただその代わりにね、必ずなんかメッセージかなんか入れてもらうと助かります。まあ、僕でさえ結構な数なんですよ、申請してくださる方、特に Facebook なので、基本的には見ず知らずの方はあんまり僕やっぱりしないんですよね。まあ人なんかこうコメントがあったりしたりとか、まあ、名前がもう明らかに知ってる方だったら普通に友達申請をね了承するんですけれども、まあやっぱりあんまり、まあ、僕のフェイスブック見てたら分かると思う。あんまり僕そんなにフェイスブックしない人なので、できればメッセンジャーと伝って何かこうメッセージ送っていただいてた方が僕もすぐ目について、あの方だなっていう申請受理できると思うので、まあ、全然してもらうには全く構いませんから。ただまあ無言でパスされた時に全然もう僕見てなくてしないっていうこともやっぱ十分あり得るので、まあぜひね、そういった形であれば全然してください。で、ツイッターもね、ツイッターの場合はね、名前が基本的には皆さんね、いわゆるあれじゃないですもんね、本名じゃないので分かんない時が、特にツイッターってやっぱいろんな名前があるんで全然分かんないことがあるので、まあ、できれば、そのあたり、なんか DM っていうかダイレクトメール、あんなのでも送っていただければ分かると思うんですけどね。あとまあフォローでいつもラジオ聞いてますみたいなことを書いてもらったらすぐ返せるかなというふうに思いますので、池田さん、あまりこう、遠慮せずに、そういうことをしていただいていいと思います。池田さんに限らず皆さんね、そういうことあればね、どんどん、メッセージなどね、いただければなというふうに思っておりますので、お待ちしています。でですね、そろそろ、5月のね、ケンタクイズなんですけど、今ね、いわゆる半分終わりましたね、5月が。でまあ、正解の方もね、いると言いましたけれども、やはりやっぱ少ない、まあ、やっぱあまりにもね、広すぎたのかなと思うんですよね、他球団内野手っていうところでね。なので、ね、ちょっとこう、思い出してみましょう。健太が入ったのは約10年前ですね。まあ、10年前に健太がもらったということは、基本的にはおそらく2軍にね、おられたんじゃないかな、その方は。ね、2軍のグラウンドでもらったというふうに、ね、
思ってくださいね。2軍ということはもうね、試合をするチームも限られてきますよね。西日本のチームですよね。西日本のチームの、まあ、内野手の方という、今日はここまでちょっとあのヒントを出しておきますので、なのでね、これを踏まえて、あ、これは明らかに違うなというふうに思っている方はまた送ってもらえればいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ではね、次のメール読ませていただきたいと思います。高則さん、ね、横浜県じゃなかった神奈川県の、男性の方です。決して横浜市では、ね、横浜の方でないですからね、すいません。もう神奈川イコール横浜みたいな勝手なもう田舎者の、ね、イメージがあっちゃうんで、横浜の方じゃないですからね、高則さんは、すいません、失礼しました。というわけでね、メール見ましょう。住職さん、こんばんは。先日の配信でお話しされていました収録時間の件ですが、私個人的には1時間くらいがちょうどいいのかなというふうに思っております。仏教のお話、メールコーナー、ゲストさんのコーナー、証券会の情報など30分弱だとやはり無理があるかなと思います。ただ住職さん、ゲストさんの都合などがあると思いますので、特に時間を決めずに30分の日もあれば1時間の日があってもいいと思います。とにかく住職さんの負担にならずに、より長く証券会ラジオを続けていただきたいですから、というふうにね、いただいております。ありがとうございます。まあ、あの前回か前々回かね、話した通り、まあ一応節目の時は1時間、そうじゃない時は30分という形でね、やればいいんじゃないかなということで今のところやっていますので、またね、まあ、この辺りは本当に流動的なので、またあの変わってくることもね、あの重々あるかと思いますから、まあ、なるべくね、そういうふうにしようかなという心構えだけして、ラジオねやっていこうと思います。高則さん、いつもねありがとうございます。じゃあもう一個ね見ましょうかね。熊本県のね、はっちゃんさんです。いつもありがとうございます。こんにちは。ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。ゴールデンウィークには母とソフトバンクホークスの応援に行ってきました。レジェンドデーの日だったのですが、今宮選手のショートスタイルの、80年記念のユニフォームの着こなしもかっこよかったです。それだけではなく、ピッチャー返しのセンター前に抜けそうな打球をアウトにしたり、ヒットを打ったり、現地での応援は楽しくて盛り上がりますね。アゲアゲの、ね、マークついてます。そして、工藤監督の誕生日に勝利プレゼントができたのも良かったんですよね。また応援に行きたいです、といただいています。はっちゃんさん、ありがとうございます。やっぱ皆さんね、ゴールデンウィークといえば皆さん野球見に行かれてますね。またこう変でもね、ゴールデンウィークに入ってぐらいからちょっとずつこうね、調子が上がってきてね、あの皆さんいいとこ見えたところもあると思います。まあね、この80年記念ユニフォーム、なんかパッと見たらなんか西武とかなんかオリックスみたいなね、見えちゃって、なんかあんまりこうホークスっぽくない、まあもちろんね、記念ユニフォームだからそりゃそうなんでしょうけど、なんかあんまりこうホークスっぽくないなっていう思うんですけど、まあケンタのオールドスタイルですね、ソックスを上げるやつ、まあオールドスタイルはなかなかね、ああいう時じゃないと見れないと思うんでね、逆にちょっとこう珍しいも見えてね、よかったんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そういうのもね、いわゆるユニフォームの着こなしとか、まあ、そういうのもね、こう一つの楽しみになると思いますのでね、まあ、皆さん、またこれからね、まあ、今年の高野祭典もね、金の、なんていうか、去年の赤の、なんていうのかな、縦線じゃなくて、今度は金の縦線になるみたいですから、まあ、そういうのもね、楽しみにしてもらいたいなというふうに思っております。はっちゃんさん、ありがとうございます。最後ですね、ちょっと初めての方からメール来てます。これ本名にはしか書いてないので本名は読めませんから名前だけね。福岡県のね、キララさんからメール来ています。ありがとうございます。いつも楽しみにしています、楽しみに見てますと。で、今宮健太選手に、出演してもらいたいですといただいていますね。そうですね、まあ健太もしばらく出てませんから、39回以来出てないですね。まあとはいえやはりね、こうやっぱシーズン中って出る、まあ出すわけにもいかないですし、まあいろんなね、問題もありますからね、まあ、まあ気が、ちょっとこう余裕ができればね、まあ、出てくることもあるかと思うんですけれども、今日は、つまり今日からね、健太のコーナーがあったですね、昔ね、いろいろ考えたら、あ、そうだと、激励会の時の音声を使ってないからということでね、激励会でね、健太の質問コーナーとかあるんですよね。まあ、毎年久保田も知ってると思うんですけど、まあ、質問コーナーのね、音声とかをちゃんと録音しといたんでね、それをちょっと本日の健太のコーナーですみたいなところでね、流そうと思うんでね、この後ちょっとですね、そちらを聞いてもらいたいと思います。それではね、ここから、
本日の健太のコーナーね、激励会バージョン聞いてもらいたいと思います。それではどうぞ。それでは今日の健太のコーナーです。どうぞ。はい、すいません、僕がちょっとビールを飲みながら、お話しさせていただきたいと思います。あとですね、選ばれた方、読まれた方はですね、粗品ご準備してますんで、呼ばれた方はですね、はい、壇上へ上がりいただきますようお願いいたします。はい、じゃあ京介お願いします。よろしくお願いします。いきますね。今宮健太選手への質問、ペンネーム綾乃さん、質問内容、先ほどのサイン会でもうすっごくいい匂いがしたらしいんですよ。なんかどこの香水使ってるんですかねっていう、なんかついかっこ笑いみたいなやつが、しかもかっこハートみたいな感じで聞けたんですけど、綾乃さんは、綾乃さんペンネーム綾乃さんいますかね。あー、はいはい、ペンネーム綾乃さんいます。あ、じゃあちょっと立って待っていいですかね。はい、ちょっと前の方に、はい、立っていいですよ。立ってお願いします。はい、立っていいですよ。立ってください。はい、ケネいい匂いでした。ケネ、俺、いや、はい、なんどういうあれなんですか、やっぱ。いや、僕香水使ってないです。使ってないですか。はい、本当ですか。うん、僕もちょっといい匂いしたんですけどね、さっきのほうが変な。いや、全然香水は。ちなみになんかいつもなんか試合中とかもつけないですかね。つけないね。つけないですね。まあ、ちなみに、はい、まあ、使ってるけどね、香水は。香水今日はね、ちょっと気合い入れておく。ちょっとちなみに、ジミーチューブ、ジミチューらしいです。ジミチューですね。ジミチューらしいです。ジミチュー、岩田屋新館の方に行ってもらって、読み屋さんが買ってる香水どれですかって聞いたら多分教えてくれるはずなんで。らしいです。はい、ぜひ拍手してます。行ってみてください。すごい拍手してます。はい、本人拍手してます。今宮健太選手の、あ、すいません、綾乃さん前に出てもらっていいですか。了解です。じゃあこれを出します。はい、お好み焼きです。なんか知らんけど大阪コラボの味、お好み焼き1000円当たりました。ありがとうございます。地味中買います。お願いします。あ、もちろん買います。嬉しいです。はい、おいだラーメン18番にぜひお越しください。お待ちしております。18番ラーメンです。どうぞ。はい、というわけでね、あっという間にエンディングの時間になってまいりました。まあ、今ね、ケンタロウの激励会の時のね、質問コーナーの、音声を皆さんに聞いていただいております。これからね、まあ、こういうのも使いながら、まあ、ケンタのコーナーもね、なるべく、組み込んでいこうかなというふうに思っております。まあ、元々のね、まあ、ラジオの尺月は短くなっているので、まあ、前のようにこう5分、6分、7分というふうにね、できないんでね、それはちょっと申し訳ないなと思うんですけれども、まあ、その分ね、毎回毎回の楽しみとして皆さんに喜んでもらえたらいいなというふうに、まあ、思っております。でですね、まあ、今日はラジオ、ね、やっていた中で、まだ内川選手2000本打ってないですねなんて話をしましたけれども、実は、このね、今、ね、何秒かアイキャッチが、ね、あったと思うんですけども、その間に、広島県の方に行ってきました。ですね、広島県の方にちょっと、ね、仕事というかちょっと用事があってですね、もう一人でちょっと日帰りじゃなかった、一泊二日で行ってきました。でももう本当に日帰りみたいなもんですね。もう車で行って、で、用事を済ませて、で一泊して、でも朝ごはん食べてもそのまま帰ってきたような感じになりますんでね、まあ、本当に観光という観光はしてないですね。広島風のお米焼きを食べたぐらいですけれども、その間に内川選手が2000本安打を、ね、達成したということで、これ本当におめでとうございます。まあ、個人的にはね、そんなに僕も内川選手とはないですからね。まあ、ケンタがいるときに、まあ、ちょっとね、話をしたりとかご挨拶したりするぐらいでね、まあ、面と向かってゆっくり話すことはもちろんないんですけれども、まあ、同じやっぱ同郷、ね、大分の選手でもあるし、まあ、僕は内川選手の一つ上なんですよね。なので試合したことはおそらくないとは思うんですよね。まあ、当時内川選手あんまり病気とかがあってですね、あんまりこう出てなかったので、僕は3年生とか2年とかね、でそういうのもあるんですけど、やっぱりね、やっぱ自分の1個したということでですね、すごくやっぱ名前もね、知ってましたしね、なかなかね、入ってから少しやっぱ苦労した時期がありましたけれども、それでもね、本当にこういう風に花開いて、で素晴らしい選手になってね、九州の球団に帰ってこられて、まあ、本当に、ね、まずそれがね、こうまた健太との縁があるというのをまた本当に僕は不思議に思いますけどね。まあ、その球団に健太が入って、で翌年かな、今年の内川選手が FA で横浜から来たっていうのね、
で一緒に自主トレするようになって、ね、いろんなあのご縁をいただいて、で健太もねいろんな学んだことがあると思います。まあ、なかなかね技術的なところは難しいと思うんですけどね、この力士は本当天才なのでね、本当いくつじゃないところもたくさんあると思うんです。まあでも本当右バッターとしては本当に鏡ですよね。おそらく右バッターの誰しもがやっぱり内川選手のような選手になりたいというのも多いんじゃないかなと思います。ね、やっぱ昨今どうしても左バッターがねやっぱ多い中で、右バッターであれだけやっぱ安定して成績残せるというのはすごいことだと思います。そんな選手もやっぱ2000本ね目の前まで来るとなかなか足踏みしてね、あの思うような打撃ができなかったという感じはありますけれども、だからもうね2000本打ってからはもうそういうね本当になんていうのかな、緊張が解けたというのか、ね、呪縛が解けたというのか分かりませんけれども、まあ本当にねこう見違えたようにね、まあ、元の内川選手に戻ったなっていうような感じでね今試合見てますけど、まあ、ホークスもねこの勢いを、まあ、乗じてねさらにまたね、1位の今の首位の西武にどんどんね今迫っていってますから、もっとね迫っていってもらえたらいいなというふうに思っております。まあ、このラジオね14日に配信なので、おそらくあの12、13年と高川で、これもねもう終わっていると思いますし、結構ねこのラジオはねやはり皆さんご存知の通り女性のやっぱりリスナーさんが多いので、まあ、わかんないですけどね、まあ、ラジオのメール送ってくるような女性が多いんで女性の方が多いのかなというふうに思ってますけれども、まあ、皆さんねやっぱりこの毎年これ楽しみにしている方もやっぱり多いんじゃないかなというふうに思います。またねそういったことの感想とかもぜひ送っていただければなというふうに思いますので、まあ、楽しみ、まあそういうねあの現地の感想もいいし、今年の高川でのインフォームの写真、ね、インフォームのこうなんていうのかな、あの印象とか、まあ、そういうのもねぜひ送っていただければ話のねネタにはねすごくなると思うので送ってください。でまたねメールぜひねまあ、送ったことない人も気軽に送ってください。本当も自己紹介でもいいし、ね、ただメール聞いてますよ頑張ってくださいぐらいのことでも本当に構いませんので、やっぱねこうみんなとこう作り上げていきたいっていう気持ちがやっぱりありますんでね、それはもう最初のこうラジオを作った当時からですね、僕の自己満足で出てくる皆さんの自己満足、そして聞いてる皆さんの自己満足ね、こういったところでねこのラジオねやっていってますので、まあその辺もねまた皆さんのやりたいように送りたいようにメールを送っていただければなというふうに思っております。というわけでね、今日のラジオこの辺りでお開きにしたいかなというふうに思っております。で最後にちらっと言いますが、18番のラーメン の, 三浦さんのね CM ねちょっと変わってましたよね。ちょっとね動画を入れてね新しい CM にしました。まあ、ぜひまたね行ったことない人も、そしてね行ったことある人もまたぜひ行っていただければなというふうに思っております。それではまた皆さんね次回の証券会ラジオでお会いしましょう。それではさようなら。証券会ラジオは今宮健太講演会証券会事務局一心寺の提供でお送りいたしました。